はい、どうもザ・ジョットでございます。はい、ノンです。ジョーカーです。おゆうデラックスです。久しぶり。久しぶり。ショートの方で先に上げたんですけれども、ショートレンジでのパンチ力の上げ方、元キックボクサーのね、小山さんね、ちょっと参考にしていただいて、接近戦最強の人間になっていただきましょう。はい。回転とかこうあるじゃん、こうくる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 、あれの中心軸がここにあって、扉が自分の腕だよ。だからこっち押したらこっちしかさるじゃん、自動的に。それの圧力は常に一定。あれ別個で動かないでしょ、うん、こういう回転で終わってこうやって回るときに中心軸があって、こっちの押した力分こっち回るじゃん。それと同じ感覚で、ミットのところで残すのか、体の中で通すのか、体の奥まで通すのかの、その種類はあくまでも圧、自分の感覚で、あの腕のリーチの分でやるのか、それとも体のひねりを使うのか。でもここであるすると表面で今回転跳ねるって突破しても表面で、中に入れるんだったらここに入ってくイメージ、ここまで伸ばしてるよっていうイメージだけ。だからゆっくりやっても、こう体の螺旋をちゃんと止めないようにで、奥まで通すんだったら奥までっていう伸ばし方。だから一番ちょっと練習でお湯を練習するときに、表面に当てる感覚で、ここに当たってからこれを通す感覚、この回転ドアのままで、で回転にくるようにさせるだけで、ちょっとやってみて、だから体がブレるでしょ、こうやって。それのブレをなるべくどんどん少なくして、難しいね。合ってます？合ってない。どちらかというと斜めからアッパースイングに打つ感じで、ショートレンジアッパーとも、このワインチとかってよく言うけど、とても素晴らしい技術なんだけれども、その技術を応用するんだとしたら、ワインチなんかいらないんだよね。ゼロインチでもですね、いいわけだから、体の軸かけて言うんだったら。で、これの体の軸の回転と、この落とすっていうものさえ覚えておけば、あの距離はいらないんで、受け止めたら分かるかもしれない。だ普通でパンチ打つとこういう感じじゃん。パンチ打つだけど、これでもう普通にどうも、これもうごめん、マスクが。体が持ってかれてるね。持ってかれてる。持った。うわ、こういう感じですか。ああ、さっきちょっと練習でやってたやつよりは質はだいぶ変わったと思うけど、拳握り込みすぎかな。いや、どうしてもここに力入っちゃう。なんでそこで集約するとさ、あのグッてこの、そこの筋肉が張ると、あの伸びないから、握るにしてもインパクトの瞬間だよ本当に。頑張れ。体の回転がないから、あの腕のパンチになっちゃってるから、もうちょっとこの力が、そうもっと脱力して、おいや違う、今できんだ、足浮いたし、
何その諦めの顔を。お、動作的には今綺麗だったね。体のこういうあれはすごい良くなってきた。振り子みたいな感じの動きはすごく良くなってきたから、その瞬間に体を超回転させる。そのそこで体が止まってるから、それでもうちょっと、さっきの言った回転、いや違う回転ドアみたいに、そう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 、でちゃんと相手を最後まで見て、どう？重さは変わった？多分すごい軽くやってるけど、さっきと同じぐらいの重さ。うん。で、すごく大事で、この要は連動の体の動きの連動だから、その体が一個一個バラバラにならないように何回も。足の柔軟さが必要。で、振り子。で、今はここね。で、抜く打ち方にすると、こっちの奥までっていう打ち方にすると、で、ミッドの表面。これがみんなよくボクサーから打つボディーブローに近いけど、これなんか、あれする。で、奥まで生かすっていう。例えば、ワウの野郎ってこうなってさ、あーって、じゃあすいませんっていう。じゃあすいませんっていう。まだ回転も何もしてない状態で、腕の脱力とこの中心軸ずらさないで打つっていうことだけを考えて、で、いや、何こう体の中心でずらさないで、あーってなった時に自分がこうなってても見て、今度はここでこう回転になってるから、これもう腕のこの重さだけ、腕の重さっていうのも回転、回転ね、で今のでこうバーってなって打った後にこっち側にもう強ついて、そこまで強くなってるんだよね、こういうのって、あっっていうぐらいの力が、要はこうやってわーってなって力負けします、打ちます、あんっていうここに集中すると、あのここの丹田のところに大体こうやってさ、グッて押すときに、あの首に力出してさ、足もこう斜めになって足でしょ、そのあれをベクトルちょっとずらすだけに、だこっちに持っていける。これが例えばあんたのこうやってやろうとしても、こっちは体勢整ってるから何このやろうって逆にやろう、だそれをあんって入れといて、こっちのあれが上にちょっと上がったらそのまま投げやすくなるけどもっていう応用。今ね、この相手が強かったら拳じゃなくていいんだよね、抜き手でいいから、腹筋力入れてるじゃん、ちょっと入れてる抜き手で、抜き手が怪しいなと思ったら、あのこういう
でこれもあれだと泳いでるんだ。聞くわ。ガッガッて。いや、これ、もっともっともっと押して話すんでしょ。なるでしょ。これだけの人って嫌でしょ。やば。なんかさ、こう、わーって来られてさ、ショットレンジで打つとかっていうのもさ、こう親指一本こうやっといて、これはね、別にね、指立て伏せをやってれば大丈夫できるようになるし、あれだったらこの一本突きでもいいんだけど、で、こうわーってやられたら、この胸骨のとこ、今ちょっとそれはね、あなた前に肋骨やってるから、ちょっと今やめといたけど、こう、あれした時にわーってなった時に、ここでこの腕のところね、こんな感じかな。伝わるかな。自分の持てる技術はね、いっぱい人に本当はね継承していきたいっていう欲がやっぱりあるわけよ。ということでね、今回はちょっと言語化しづらかったっていうね検証結果になりましたけれども、本当申し訳ございません。伝わればいいんだけれどもね、一応そういった技になります。以上、三色でした。